ないじゃん。何これ、始まりました、ゆるしかラジオ第58回。まあ、まずはこの番組では、ゆるいけどしっかりとした番組、略してゆるしかをコンセプトに、私たち奈良大学放送研究会が学生感満載の1時間をお届けしていきます。わーっちょっとさ硬いっすね。ちょっとさ、2年目、何これ。はい、ということで、はい、今回は今回のパーソナリティは、はい、2回生の、スマブラでピーチ使ってます、みなみです。先輩、あだ名は？あ、なみちゃんです。はい、どうも。じゃあ、自分は、はい、1回生でスマブラでワリオしか使ってない、有馬です。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、こんな感じで、はい、ニヤニヤとやっていこうかと、はい、やっていきましょう思っとるわけなんですけども、はい、今回はそうですね、まあまあいろいろと愚痴を言って帰ろうかなと、はい、とか思ったりしたんですけど、いいよね。あ、いいんだ。いいんだ。吐き口として。いいんだ。ということで、まあ、はい、ね、ちょっと番組始まる前にも話したんですけど、はい、まあ、はい、あれですよ、僕は今年はね、いろいろとなんか、はい、こう新しいのをね探したんですよ、はい、楽しいことをね、お、自分なりに、はい、去年本当に何もなんか寝てただけなんでなんか探して、はい、でね、見つけたのがまあ広島カープ、おお、ね、野球の、プロ野球の、ね、現在 A リーグの、そう、はい、必死に頑張っててね、序盤がすごい良くて、はい、もう応援してよかったなってこう、はい、試合見に行きたいなって、はい、ね、はい、でもね、話したよね、なんか甲子園はカープ応援していいんかなって言ったら、ね、殺されますよって言って、ね、言われたから、じゃあいいやって、はい、今度お金貯めて広島行っかみたいな。あー、なるほど、ホームでね、ってね、はい、言ってたんだけど、はい、まあ一昨日昨日と、はい、負けて、はい、ねえ、もう意味が分かんないよね。自力優勝消滅ですもんね。その何、そのその全然その分かんなかったんですよ、そのプロ野球って今どんな感じかみたいな、その歴史とか、歴史っていうか今は何が強いんだとか、あー、なるほど、ね、どこの誰がうまいんだとか、はい、知らんかったから、はい、ね、だからその交流戦とかもすごいびっくりしたわけよ。あー、なるほど。もうボッコボコにされてそう、いじめられていじめられて優勝してもこれ無理だろうって、はい、あんなに負けたらパリーグ代表とね。そう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 。ひでえわこいつらって思って、はい、それでもまあ頑張ってね、はい、頑張ってるなーっつって、はい、うちのじいちゃんがね、野球好きだからこう、はい、今広島超頑張ってるん知ってるってこう、はい、聞いて、はい、うん、俺阪神ファンやからとか言ってそんな会話したけどもそう、でもなんか、はい、広島の何々が、はい、そのうちのじいちゃん福井県なんだけど、はい、その福井出身でさーみたいなすごい知識いっぱい教えてくれて、はい、でもうますますこうモチベーションが上がるわけじゃん。上がりますね。まだ優勝できると、はい、優勝できると思って、はい、今のこの感じどうなのあれ。何がですか。どうなのさ、いや、はい、違うんよ、そのなんだろうな、どっからこう、はい、このなんか怒り的な何かをこう、はい、漏らせばいいんだろうか、わかんないけども、はい、わかんないけども、はい、ね、某一番バッターの、はい、D 林、はい、ね、もう、はい、直接ね、ディスると、まあ、ね、またね、言われるかもしれないから、はい、なんかね、熱心な、言うてにわかやから、そうです、熱心なファンに言われるかもしれないけども、はい、ね、D 林さん、D 林さん、はい、現在ね、アナウンサーと交際中の、そうですね、そう、D 林さん、はい、ね、なんなの、あいつ。なんなのあいつ、なんであんな絶不調なベンチに下げられてる時に交際宣言してんの。やめろどうしたのあれ。そう、なんかで、はい、なんかね、ヤフーニュースとか見てたら、はい、何その三振150回、はい、記念展みたいなのやったらしくて、はい、そう、なんか三振した記念にその自分の写真展を開くみたいなことに、はい、何やってんのっていう。どうしたのあれ。いや、もう
彼なりにフラストレーションが溜まってるんです彼もやっぱりどっかで発散しないとダメなんですよ。いやいやさあの一回、はい、前の阪神戦で、はい、17対5っていうなんか、はい、ねなんだろう野球とは思えないような、はい、ゲームをやってその時に、はいはい、あの堂林言っちゃったD 林さんが D 林さんが、はいはい、伏せましょうちゃんとそうホームランを2本打ったのね、はい、5打席中、はい、そう D 林はあれなんだよあの勝ってる時は打つんだよねああなるほどそうあの阪神にもそういう人いますもんね勝つ時だけ打つんだよね今ねそういうのいらないんだよ、ね、なんでさその D 林が一番なんだろうっていう、はい、ああそうなんでその N 村監督は、はい、そう N 村監督は D 林を一番に持ってきたがるんだろうっていういやでも野球で結構ホームランバッターを一番に持ってくるってありますよいや打ってほしいのよねあーまあそのランナーが溜まった状態ですかそう絶対菊池は打つからああ、うん、一番ね、はい、誰だろうまあ俺のいっちゃん好きなその木村翔吾が一番出て、はい、もうセルキなしですねいやもう優秀な選手は言ってもね大丈夫だからなるほどディスる場合はちょっとさすがに怒られるからなるほどちょっと伏せてわかりましたいう感じで言ってんだけど、はい、そう木村翔吾がこう打って、はいまず一塁出て、はい、ね、で菊池でその自分も塁に出るセーフティーバント、なるほど、出て丸で返す、丸の三塁打で返す、三塁ですか？そうだってもう4番はもう6何人、悲しいけど、そう、イルドレッドさんいるじゃないですか？イルドレッドさんはもうイルドレッドさんはまだ何もしてくれないから、はい、確かに、そう。そう、もうフォアボールでしか塁に出れないからそうなのにタイトルだけは取れる圏内っていうそう、もうねもう、これは、はい、もう十分喋ったからいいけどまだ中継ぎのね、はい、その投手をね、いっぱいね、はい、こう、ディスりたかったけどもちょっと逆転負けが多いんよあー、そういや、中継ぎでってことですよねそう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 それは、N 村監督が、はい、あの、ものすごくなんかどうでもいいタイミングで変えてくるから、ピッチャーをあーそうなんか急に、もう5回か6回ぐらいですぐ下ろして変えて、逆転されるっていう、はい、その N 村パターン N 村パターンそう、もう負の方程式ですもんねそう、それで負けてるから、はい、ね、もう終わったよねっていう話はぁ、あそう、こんな感じの、はい、ゆるしかラジオをまあね、かれこれ58回やってます違う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 かな他の配信はもっとなんか何なのディスった感じはないあ、なるほどディスりがないディスった感じはないなんかそのその溜まった愚痴を言うとかその1週間に1回それを何この20時半だそのお茶の間にゴールデンタイムで聞かせるみたいな垂れ流しですもんねそう違うそういうのではないなるほどまあねまあしょっぱなですからねもう最近はなんだろううん別にストレスは溜まってないよストレスは溜まってないよ、はい、口悪いよね最近ね血が悪いよねということで、はい、まああのそういや今日はあれだよね大学始まって初めてだよねうちあそうですねこの配信ってはいはいまあ大学のやっと大学生話ができるね大学生っぽい話がこっからようやくそうまあこっから平常運転でそうですね行こうかと思っとるんですけどもはいはいまあ講義が始まって、はい、今なんかまあガイダンスっていうんですかそうですね講義はこういう授業をしますみたいなこと言って、はい、ね、2、30分ぐらいで終わるんだけどもはいねまあ実際どんな感じよ新しい取った授業がですかそう
なんでしょう、前期は結構あの取らなきゃいけないなっていう授業だけを取ってたんですよ。あんまりその自分の好きそうなのを取れてなかったというか、うん、でまあ後期になってだいたい容量も分かってきたんで、うん、ちょっと好きなのを取りたいなって思って、なるほど、取ってみたんですよ。後悔しました。マジでつまらんかったですつまらんか、つまらんかったですねつまらんか、ダメでしたね。なんだろうな、1回生って、はい、でも1回生の時は何やろう、つまらんかったな確かにえ、2年になったら面白いのありますか？2年生になっ、2回生になったら、はい、すごい自分のその学科の講義が広がるから、ああそう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 、他学科のあれ講義とかも出てくるから、はい、すごい楽しい。おお、うん、選択肢が広がるわけですね。そう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 、もう1回の時は何やろう、ほんまに、うん、俺もなんかまあ言っちゃ悪いけど、そんななんかあんまり興味のないものばっかりとってはい、もう全然何にもしなかったねなんだろう、あれは1回戦の時ってなんであんなに何も取ったらあかんねやろう。なんかでも心理学科はなんか、はい、今だからドンちゃんとかはなんか俺らの代と違ってなんか新しい講義っていうの、心理の受けれるらしくて、ああそっでいい、それはすごいいいと思うんだけど、なんか俺が仮にその、はい、必修とか落としたら、はい、だからドンちゃんとかとなんか気まずいっすね、その新しいのを受けないといけないっていうそ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 う、一緒に受けないといけないっていうそのおもんない展開になるんだけどすごい恥ずかしいよね多分。あれ先輩ってなりますもんね。そう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 、落ちちゃった落ちちゃったじゃねえよっていう、うん、そうそんな感じになっちゃうから取らないといけないんだけど、はい、そっか、1回生か、何してたやろう1回生の後期、はい、今はなんだろう、まあ前期もまたなんか同じ要領で単位落としたから、はい、だからそれをなんかみんながなんか午後何2時間だけ大学来てんのに対して、はい、そう、はい、1限から必死こいて頑張ってるんで、はい、そうそんなことばっかやってるからまあ眠いよねっていうでもそんななんかやっぱり心理学すごい広いから、はい、幅が、はい、で取りたいのもめっちゃあるから、はい、それの分は全然楽しいかなっていうのはあるですよね。心理の授業はなんか楽しそうだなって思います。うん、もうなんかなんやろうな、先生がへんてこなんが多いから、あーそう、なるほど、へんてこなん多いからそれがすごい個性的でいいと思うそのなんか真っ向からなんか、はい、今の心理学はよーってなんかこう文句を垂れる先生とかもおるしガッチガチな人もおるし、あーなるほど、うん、お前本当に心理かよみたいなもおるしそうマジか、そう、生徒の心理考えてねえだろうみたいなもおるからそういう人もおるけども、うん、はい、みんなみんな違ってみんないいよねっていう金子ミスってそうそうそう先生のお言葉を拝借してちょっと、なるほど、言ったんだけども、はい、あとなんだろう、インターンシップ取ってたっけ、古市。取ってない。取ってない。あ、そう、そう、インターンシップ1っていう講義があって、はい、それが、そう、2回生からなんか就職に向けて取るみたいな、はい、一応お前ら取っとけみたいな、はい、取らねえと損するぞみたいな感じ言われたから、はい、じゃあ取るかーみたいな。はい、うん、取った。みんななんか、だから、枝ちゃんとか、あと、竹谷とかもみんな取ってたから。なるほど。そう。すっごい人多くて。古市先輩。何人受けてたの ?190 人ぐらい。はぁ。もうだから、一つの教室にもう満帆でも、はい、まさか。来週、何?取った方がいいの?取った方がいいって言われて、ガイダンスで言われてなかった。あ、ごめん。ちょっと配信無視してるけど。そう。うん、みんな撮ってる。けど、まあ、その、なんだ、それ、俺自身インターンシップっていうのは、はい、なんで大学生の間に働かないといけないんだっていう。あ、どうせ働くのに。どうせ卒業したら働くのに、なんで今更働かないといけないんだっていうのがあったから、あんまりやりたくなかったんだけど、はい、そう。で、撮って、はい、もうなんか、なんだろう、外部の先生。あー、なんかもうそういう専門のインターンシップ
専門先生みたいな専門家みたいなのが来て、はいはい、ですごいなんか厳しそうな感じなんよ。そう、はい、なんか私がルールですってまずまず最初にお約束をしてくださいって。そうそう、ルールを作りますって。そんな独裁者みたいな。そうそうそう返事をする、挨拶をするみたいなそう、ちゃんとメモを取れみたいな、はい、そういうなんだろうといろいろ言われてで、なんか90分ぐらいずっとくんたくんたら喋って、はい、で、お前らインターン行けよって。なんかこの、はい、何この講義はインターンを、はい、この講義を受けるだけじゃ意味ないからって。あお前らちゃんと来年行けよって、はい、他の講義とか無視してでも行けよみたいなそこまでですか。そう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 言われて、うんで、まあ多分やけど来週あたりには半分ぐらいには減ってるだろうなっていうもう挫折してそうそう190人ぐらいいてっていう感じだったんだけど、はい、うん、あれなあ、インターンな、インターンシップ、インターンシップ行ってたやつも来てたからね。なんでですかそれは。知らんそう、なんか今日そう火曜日に、はい、なんかそうスーツケース持ってきてたやつって、はい、スーツ姿で、はい、お前何してたんインターンで今日の朝帰ってきたって、はい、でまたそうインターンの講義受けてそうそういうやつもいて、だからやっぱりそれぐらい取っとかないといけない講義なんだろうね。あそう取っとかないといけない講義なんだと。フレッシュですね。はーい。だってそのインターン1っていうのが今、はい、あって、はい、で、その来年の前期にインターン2を取って、で、来年の 後期になんかそのインターンに行くみたいな、多分流れだと思うんだよね。はい、だからインターン1を取ってないと2はまあ無理だよねっていう。ああ、なるほど。来年も取れるんじゃないかな。頑張りましょう頑張りましょう一緒に頑張りましょう。わかんないけどでもインターン、俺あんまり意識ないからな、職業意識どこに勤めるとかもないからな。さ、先輩夢とかありますか。おお、夢、具体的な、具体的って言われたらないなないっす。あ、じゃあ漠然とした感じで。漠然とした感じだったら、はい、劇団員になりたくて。ああ、なるほど。あとは、なぁ、なんだろう、劇団員に、あ、2回目か。なんだろう、夢、夢か。夢ですね。夢ないな、俺。やばいな、ちっちゃいな、ちっちゃいな、なんか、なんでもいいから作るか。願望とかたくさんあるけどね。願望。そう。その地元の狭い道路を広くするとか。視聴レベルですね、発想が。あ、そう、免許取ったんですよ、僕。夏休み前に配信やって、で、その時になんか、はい、免許合宿行ってきますみたいなこと言ったんですけど、はい、で、免許取ったんですよ、ちゃんと。で、その時に、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。すいません。すいません、いただきまーす。はーい。感じで、まあ、免許取って、はい、で、んで、そっからなんか運転して、もうね、狭い道路あるよね。なるほど。奈良は特にありますもんね。何を、そう、何を考えてさ、はい、あの狭さでさで、事故るなって言われてさ、はい、なんでさ、道路に電柱を立てんの歩道に立てろやもっと、もっと脇の方に立てろやなんでその、食い込むの確かに。こんな道路があったりとかして、はい、で、なんかその国で管理してるのと、その県で管理してる道路があって、はい、で、まあ、どっちも直したいなっていう。マジっすか。そう。じゃあもう、夢は大きく総理大臣で。なんか、2ちゃんで叩かれそうじゃない政策、道路。なんだあいつは。なんだあいつはって。政治家もすごい、なんか、その、はい、なんだ今年はだいぶ叩かれたりもして。はい。で、まあ、なんだろう、金を、が、うん、税金がうんぬんみたいな。そうですね。ことも言うけど、あれは仕方ないよねと思うんだよね、俺。仕方ないです。散々さ、だってさ、もう難しい大学行ってさ、はい、めっちゃ勉強して、はい、で、もうね、頭下げて、そうですね、やっと受かって、はい、
で、さらになんか難しいことなんてもう考えたくないよね。確かに。そりゃあなんか仕事放棄できるなら仕事サボって金だけもらいたいよね。なるよ、多分人間は、まあ、もう、いや、確かにあの人たちはもう若い間の時代を全部捨ててますからね。そう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 。だからまあ確かにちょっとぐらいはいい思いさせてあげてもいいかなとは思うんですけど、うん、それを俺らにぶつけるのは違うと思います。それは自分らで発散しろって思います。ありえないよね、もう普通に。ないですね。居眠りってなんだって。わかんないです。あれ何なんですか。居眠りなんだっていう、何のためにテレビで放映してんだよ、あれっていうのはあるよね。すごい。だ、もう時給何円ですか、あの居眠りは。俺でもやりますよ。本当に、本当に、なんだろう。もうね、学生終わってね、税金取られてさ、はい、そう。だってあれってさ、はい、要は1億人いたとして、はい、1人1円パクっただけでも1億円儲かるわけじゃん。まあそうですね。そんだけの金儲かるわけじゃん。で、このざまじゃん。はい、おかしいよね。おかしいよね。何なんだあれは。何に使ってんだってなるよね。そう。でもなんかそれもなんか心理の先生が言ってたわ。はい、仕方がないって。ああ。どうしようもないって。まあそうですね。そう。だってもうね、選挙でさ、例えばこのなんだ国を変えますみたいな、はい、そう、減税を止めますみたいなことを言うけど、はい、それはもうだって嘘じゃん。嘘ですね。どうやっても嘘じゃん。できるわけないですからね。そう、仮になんだだって本気で言うわけないじゃん。そうですね。かといってその選挙放送で、はい、もう減税は仕方ないです、はい、もうダメなんです、ああいうのは、はい、皆さんみんなね、働いてください。そして俺に投票してくださいなんて言えないじゃん。言えないっすね。言えないじゃん。言えないからもう仕方ないじゃん。そうとかあったり、はい、あとなんかそのね、前に聞いたんは、はい、なんだろう、その今何党だっけ、何党だっけ、古市今何党が仕切ってんだっけ。今自民だっけ。はい、もう片方なんかいたよね、前に。前に、そう、前にそういじってた民主党の人らだったかな。はい、なんかその、うちらが就職できないのは、前の方々が悪いみたいな話をすごいしてて。はい、ああ。そう。で、なんだ、民主党、今なんかその自民党さっさと解散して民主党行けや、みたいな、はい、そう流れになってんだけど、でもその、俺らが今こうなってんのは民主党のせいだかんなみたいなことを授業の時間を使ってぐーたれてた先生がいるんだけど、はい、そう。ディスるな。ディスってないよ、ディスってない。俺あの話すげえ感動したから今言ってんだよ。そう、なんかその何、その日本景気良かったじゃん昔、俺らのおかんとかがおった頃、バブル期です。そう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 、はい、買って、その時にその何、その時に対策を取らなかったから今が死んでるっていうことを言われて、あー、で、それもなんだ、元々国は分かっててん、その、はい、バブル期でその盛り上がって人口増える、はい、で、人口増えるってことは当然生産上げなあかん。そうですね。生産上げなあかんってことはもう国からどんどん何、国民から金取らなあかん、はい、でもそれも今と同じで取れるわけないじゃん。そうですね。今さらだから、そのバブル期だけど、これから何、そのたくさん生まれて、子供生まれて、なんかこれから厳しくなっていくよお前ら、だからお金ちょうだい、はい、そして俺に投票してくださいなんて言えないじゃん。はいはい、そう、それでなんか潰れていったみたいな。あー、そうで、今自民党に変わって、まあそのまま潰れていくよねっていう。そう、真面目っていうか、そのすごい感動した話を聞いた。別にさ、そのさ、俺イコールそのさ、そのディスるみたいなさ、やめよう。マイナスイメージやめよう。俺ものすごくいい人になりたい。そう、夢できたわ、いい人になりたい。いい人になりたい。そう。いいっす。すごい。まだ漠然としてますよ。そう。そう、いい人になりたい。なんだろう。良さ、俺の良さが欲しいな。そう、俺さ、昨日、はい、昨日思ったんだけど、俺特技がないんだよね。はい、特技ですか。そう、特技がないんだよね。そう、特技ある？特技ですか。そう、なんか面接とか
履歴書とかに書くじゃん。ありますね。特技。特技、なんでしょう。あの、野球でバントで三塁線上にボールを転がすこと。ほら、もうすごいよね。それできるってすごいよね。D 林はできないからね。D 林はできないですね。D 林は。そう。今日はね、いろんなものをディスる回、ディスる回じゃないから。違いますよ。別に、うん、その他の人が勝手にディスるっていう捉えてるだけで、僕らはあの、はい、正しいことを言ってるだけ。そう、一国民としてのね、そのそう一般人の意見を言ってるだけだから問題ないんですね。ということで、あの外部には漏らさないようにしてください。なるほど。何を聞くん。ああなるほど。あ、そう、今日なんかゲストさんが、そう、見学の方が、その純粋に見学に来た人とあの僕のおやつを取りに来た人とあとなんかメガネが一人いるんですけど、いますね。いいんですけど、いや、いいよメガネかけて、お前メガネか。そう、まあ一応今の時間使って紹介しますか。しましょう。はい、ということで、まあ一人ずつ出て特技だけ言って、あのお家に帰ってください。どうぞ。おいでおいで。はい、どうぞ。じゃあおやつからどうぞ。カモおやつ。はい、おやつです。おやつです。おやつです。どうも。え、こっちでいいのね。あ、映ってへんやん。あ、なんでこっち使ったの。あ、どうも。映ってないよ。映ってない。しゃがみな。しゃがみな。しゃがめ。入ってないよこれ。え、あ、どうも。入ってない。あ、全然スイッチそっち側入ってない。はい、どうぞ。はい、おやつこと寺内です。どうも。はい、おやつこと、いや、フラ。そう、彼はあの俺がまあ俺が悪いんだけど、いや、ええよ別に気にせん。次で、すっごい何かわかんない人もいるから、何かわかんない人もいるから。そう、俺があの前のサークル終わりかな。で、次ゆるしか出るときにあのケーキ食うから、お前食うかみたいな。食いたいっす先輩、連れてくださいよみたいな。そんなさ、言ったよ。言ったよ。言ってきたから、おいいだろういいだろう、いいけど、お前そのグルメリポートみたいにできんのかって言ったら、できますよってこう言うから。言ったよ。食べるだけだよって言われたから、じゃあいいだろうってことで、今日、はい、ね、そう、ケーキをね、探したんだけど、一個も売ってなかった、はい、そう、ドラゴン、今日ケーキないよって言ったら、そう、もうすごいシュンとして、別にそんな、いや、すごいね、ずうずうしいやつみたいになるのに、小声で食んじゃなかったよって言って、言ってない、言ってない、言ってねえし、違う、言ってないですよ、言ってないですよ。そう、まあそんな彼、ドラゴン、はい、特技。特技は、お前特技しかねえよな、そういや。なんで、例えばお前特技しかないよね。そう、先週僕これ出た時も僕ずっとチリの話をしてたの。あ、うん、だから特技はチリですか。ね、すごいよね。まあ、チリ学科なんでね、うん、そりゃあまあ、なんかその国、確かに、あ、そんなもん、国と首都を全部言えるよね。全部言えないよ。ほぼほぼ全部言えるよね。ほぼほぼ、そんな、昔はもっと言えてたけど、今も忘れちゃったから。マジで。インド。インド、ニューデリー。おぉ。フィリピン。マニラ。ボツワナ。はい。じゃあ、ボワーってマジで。そう、サウジアラビア。リヤド。もうええやん、次でんことなったら困るけど、この辺に特技はないやんって言われたくないけどさ。いやでもほんとすごいね。そろそろこの辺にしとってくださいよ。そう、そんな彼ドラゴン、そうだね。まあこれぐらいしかないですけどね。いや、あんたやる、十分よ。十分かね。僕はほんとにバントでの方がよっぽど。お前これ実生活でどこで使えるか分かるか。いや、インドの首都言えたら別にそんな、まあまあまあ、いやでも知識じゃん。まあでも特技ってそんなもんかもしれないね。まあそうよね。すごいよね。書く、履歴書に書くぐらいしか、まあ役立たんからね、結局。という感じで、うちのね、はい、まあよかったね、今日出れてね。よかったですかね、よかったですね、すごい。今日おやつだけになっちゃうかもしれなかったけど、おやつ仲ないからね。いや別にいいですよ。で、すごいずうずうしいやつだからやめてって言ってんの。次持ってくるからね。あ、お願いします、俺も持ってくるわ。有馬くん、もうえ、いや、持ってきちゃダメだ。そうやなくて、すごいなんかいろいろ何回もおやつは食べれるなと思って。はい、ということで、はい、ドラゴンでした。すいません、ありがとうございました。そんなドラゴンはですね、あれなんですよ、8月4日だっけ、誕生日なんですけど、僕あの LINE で送ったんですよ、ドラゴン誕生日おめでとうって送ったんですけど、既読無視されました。ひでえ。
そう、なんか LINE がバグってたらしくてそうそう、その後になんか謝罪のなんか LINE を目の前で送られるっていうすっごいきっちりとした LINE を晒してあげようかいや、いいよ別にということで、はい、じゃあ次は純粋な見学に来たね、はい、今日来てもいいですかって来ました言われて、いいよって言って、はい、初だよね。はい、初です。はい、うちのニューフェイス。ニューフェイス、はい、どうぞ、お名前。お名前、1回生の遠藤久江です。はいはいはい、遠藤さん、遠藤さんにはなんと椅子がありますやったー、はい、遠藤さんにはなんと椅子がありますということで、まあはい、初めてリアルタイムで見させて、はあ、いいんすかちょっと待って初めてのリアルタイムの配信だったら、とりあえずあのタイムシフトを後で見ることを本気でおすすめしますね、なんだろう、その彼らはすごい優秀なんですけど、ちょっとね、僕だけあれなんで、だいぶなんだろう、ゆるしからしくない配信をやってるんではい、ごめんなさいということで、まあ今、はい、特技の話をしています。そうですね、はい、では初登場、お嬢こと遠藤さん、はい、特技は、はい、特技をどうぞ。特技、いや、まあ一応料理ぐらいはするんですけど、はい、はい、料理はい、料理どうぞ何を作るんですかいや、一番、うん、はい、自信あるのは、はい、チャーハンです。チャーハン、おどんちゃんチャーハン超作ってたよねすごい聞いたことあるそう、チャーハン作れない、そう、チャーハン、チャーハン、何、なんか中華鍋みたいなそこさあそこまではいかないですよってやるやつ、もう普通にもう、うん、もうめんどくさいんで、うん、煮込む用のあの深いやつでガッつってガッつってやるガッて、なんか俺もよく作るんだけど、はい、パラパラーってなったことは1、はい、2回ぐらいしかない。あー、なんかもうベッタベタになるぐらい油入れて、はい、ガス代気にせずザーって強火にして、はい、でも米とかあんまり撒き散らしたくないから、はい、やや控えめにスカッてやって、はい、やっと、はい、なるの？私なんかすっごい作り方変なこだわりがあって。変なこだわり、いや、なんかもうなんか普通最初、はい、卵をやってから米入れるんですけども、うんうん、もうなんかめんどくさくって、うん、卵かけご飯にしてからバッてやるのが、そっちの方がめんどくさくない？そ俺そっちで一回やってめんどくせえってなったいや、なんかそっちの方が、あ、うまいじゃんって結果になって、うん、美味しいけど、美味しくはなりそう、うん、女子力高い女子力高いね、女子力、チャーハン、そういいよね。チャーハン大好きですよ。チャーハン作れるお嫁さんになってください。はいいいよねチャーハンか。チャーハンといえば、うちの父さんがチャーハンうまかった。マジっすか、パラパラですか？そう、おー、もう中…今高1ぐらいからも会ってないんだけど、うん、そう、すいませんすいませんそう、まあ父さんのチャーハンうまかったなっていう。なるほど。もう食べてないんだけどもテンション上げていきましょう。テンション上げていきましょう。ということで、はい、今回初登場のお嬢でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、特技あるね、みんなね。結構ありますね。まあ、メガネの特技はないということではい、あんの？あんの？あんの？あるんすか？あんの？あるんすか？はい、ある、あるらしいんで、とっておきのあるらしいんで、あるらしいとからしくないとかじゃねえ、出してあげよう。何様だよ。出してあげてもいいだろう。はい、どうも、ゆうちょること枝裕太です。よろしくお願いします。テンション低いわ。
さっきの空気に比べたらマジでしょ低いやん。やめろよお前。出してけ出してけ。こっちちょっと出にくかったんだぞさっきお前。初めて見てる人とかもおんねん。ああどうも初めまして。出してけ出してけ。はい。どういうことや。はい、じゃあ特技を簡潔に5秒ぐらいで言って。なんか俺だけ冷たくない。マジで。はい。三。速読。一。速読。どうぞ。笑うなそこそこ。ほう。速読。速読っていいよね。速読。うん。いいよ。すげえな。いやでもあの何、はい、なんかイメージはパラパラパラっつったらもう読めたみたいな人いるけど、はい、あんなんじゃなくて、はい、普通の人よりは少し早く読めるぐらい。ああ、なんかじゃあうちのおかんもなんか速読できるらしくて、はい、で、うん、何そのなんだろう、イメージとしてはなんかこう真ん中をずっと見ていくイメージみたいなこと言われてる。ああそう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 、目で追って、はい、あの頭で言葉にするんじゃなくて、はい、もう何見ていくの。そう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 、なるほどっていうのをなんか聞いたんだけど、うん、俺それやったらもう全然話が入ってこないし、はい、だから5ページ速読して5ページ前に戻ってもう一回読む。結局じゃねえ。結局時間かかる。手間じゃねえか。そういうことをやるんだけど。まあそうやで速読かさすがはよくわかんないけど、いや、羨ましいな、速読。いや、でも、はい、できるのはできるんだけど、はい、やっぱりこう、何ここの意味は何だったのかって考えると、はい、あの、時間、もう一回戻って、あ、まあ、まあまあまあ、それはそう、あんまり、これできるから俺、いいわ、みたいな感じではない。マジで、でも新聞とかさ、パラパラパラって読めるんじゃないの。いや、まあそうやけど、でも意味を考えたいやん、文章に考えて。まあそうですね。なそういう本、そんな意味を考えるような本読んでんの、いつも。いや、読むよ。あ、そう。読むよ。それもまあ意外でしたね。どういうことだということで。はい。いや、いいなぁ、特技。なんかお前この前うち来た時に自分特技作るわとか言ってたやん。そう、そんな話をしようと思って。そう、特技が俺はないから、はい、ないって言って、本当にないから。昔バスケが特技ですとか言ってたけども、はい、そうそうそう、バスケやんないからもうできないから。できないことはないだろ。もう夢の中でもう毎回何そのフリースローミスる夢とか。トラウマじゃねえか。そうそう、もうじゃあ中学高校の時に先輩にいじめられてバスケやめた人だから、もう毎回夢に出てくるんで。やめろ。嫌な夢は大体それになる。ちょっとあのいじりにくいのやめろよ。ボールをさ、ボールを重きし投げつけられた夢とか。やめろ。見んのよね。その話のパスが重いわ。取れねえわ。うまいっすよ先輩今の。あれって起きてもうそんな辛い夢ばっか見て。そうバスケがないから、はい、なんか今すぐできる特技を探し出そうと思って見つけたんが、はい、そのコーラの一気飲み。なよくわからへんやろ、なんでここに行き着いたのかがわからん。なんかどうしたんすか。え、もっとなんかおーとかなんないのこれ。おーとかじゃなくてなんでみたいな。コーラの一気飲みじゃん。いやだから簡単それ、うん、わかった。簡単なのはわかるけど、お前それうちに来て俺もう体張るしかないねんとか言い出したのは僕よくわからん。もうだからそう履歴書に書くことがないから、はい、将来的になんか書くことになったとして、はい、ないから、はい、なんかやんないとってなって、はい、なってコーラの一気に分からへん。それ履歴書に書くんですか。書けへんやろ。履歴書をコーラの一気に宴会のなんか一発芸とかにする。いややわ。やっぱそういうユニークな人ってやっぱり好かれるだろうから。そう、あ、なるほど。お前とりあえずうちで炭酸缶渡したら一気飲みしようと思って半分ぐらい残ってたやんけ、お前。半分ちゃうやん。なんだろう、なんかすごい余ってたぞ、お前。持ったら結構重かった。全然なかった、あれ。3分の1も多分飲めてない。マジで。すごい頑張ったんだけど。いや、あれは、あの、缶なんですよ。ペットボトルなんですよ、一気飲みの魅力って。だから、多分それが悪い。何缶かペットボトルか、ね、気分的な問題ですか。そうそう、やっぱ違うからね。なるほど。やっぱその炭酸系は命に関わるから。そう、命に関わることをこっちも体張ってやってるから、やっぱそれは運営サイドが悪いよね。運営っていうかお前がやるんだからさ。お前が悪いんじゃねえの。運営サイドの何、缶渡した俺が悪かったの。ペットボトル渡せばよかったの俺は。そうそう、ペットボトルは一回やったんだけど、だいぶ前に。ああ、うん、まあね、文句言うなやぞ。判断された感じやれよ。3分の1かな、確か。なんか大無理って。一番初めちょっと舐めるだけみたいになってたやんかい。そう、もうあれ飲めない。うん、俺炭酸弱いんかな。弱いんやろな。弱いんやろな。うん。一気飲みできるじゃん。できん？できん。やった。やった？
いや、やったことないっす。やったことない。一気飲みできる？ドラゴン、なんでよ。でもね、あれぬるい方がやりやすい。今ね、ね、うちのね、ゲストからいただいたんだけど、はい、そう、ぬるい方が一気飲みができるらしい。らしい。あ、今日宴会芸にはしづらいよね。宴会芸、まあまあ、ぬるいペース。そうだから、だから最初に、最初にだから、その居酒屋でメニュー頼むときにコーラを頼んで、はいはい、うん、で帰りに飲みますって飲んで帰るみたいな。ぬるくなったの。そう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 。でもさ、その時に、その時に出てるコーラって、はい、ペットボトルじゃなくて普通にコップに入ってんじゃないの。あー、そっか。あー、そっかじゃねえよ。もう持ち込みでよくないですか。せやな。それするためにペットボトル持ち込む。そう、持ち込む。だから居酒屋に行くときは毎回そのコーラを持ち込みましょう。持ち込みましょう。そう。ちなみにコップやったらできる？コップは、だからその、わかった、言うわ。多分あんま缶とか関係ない。そう。元も。元も子もねえわ。多分これ今更言ってもあれなんだけど、はい、炭酸は喉に来ます。当たり前だ。そう、喉に当たり前だ。そう、はい、喉が死にます、うん、そうだね。なんかその、うん、もう痛いんよ、すごい、はい、飲んでる、飲み物を飲んで痛いって思ったのは初めて。そう、痛いんよ。で、痛いから辛いに変わっていくの、はい、あれな。痛いのをずっとこう我慢して、はい、我慢して、はい、うん、多分どっかで一線を越えないといけないんだろうね、あれって。せやね。俺はそれを期待したんだけど、はい、一線越えれない、あれ。ずっと痛い。何そのある一定のラインでちょっと無理ってなってくる感じさ。そう、もう無理やねんな、あれ。おぉ。あかんわ。そうか。別の特技探せやんだったら。だから、はい、小学校の時にやってた水の一気飲みを、な、水はやった。もう、ま、水はやったとかそういう問題じゃないよ。だから何コーラ炭酸がダメだったら水みたいなさ。でも水やって安直なんだよ、考え方。水はでもインパクトが弱いんだよね。そういうことじゃねえよ。まあ、ね、弱いよ、やっぱコーラの。コーラですね。水なんて何でもやるんだよ。コーラっすね。そう、困ったな。じゃあ特技ないな。なんかない特技です、ね、あれは縄跳び。飛べん。縄跳び。50跳び。飛べん。30でもすごいって言われるよ。飛べん。50いったらもう世界行ける。小6でやっと20跳びが飛べた。マジで？そう。やったーやったーって言ったけど、みんななんか30とかに挑戦してて。ああ。もうやめるわって。そう、縄跳び流行ったからね。じゃあ、それを特技にもう一回したら。縄跳びもう今からやるか。体張るんやろ？小学校の時もなんかその縄跳びのテストとか体育であって、あれあれあれありました。もう俺できひんかったから、ずっとなんか家の近所の駐車場とかで練習してたけど、はい、すっごい恥ずかしいよね。いや、まあ小学生やから別にええやん。すごい恥ずかしかったやん。今やってたらちょっと恥ずかしいかもしれへんけど、小学生やから別にええやん。飛べもしないのに。やめえ。小学生見てるかもしれへんやんか。縄跳びは重いな。重いか。重いっすか。なんや、わがまま。あるやろう。他？そう、なんかオタク的なその感じで言うと、はい、あん、そのね、某ゲームのそのなんだ、ロボットアニメ検定を1級取ったぐらい、そのお知識はあったんですけど、はい、あ、そんなある。それってもう詰めないと、はい、テレビチャンピオンぐらい詰めないと特技って言えないよね。まあ確かに結果残してなんぼじゃん、そのゲームが仮にうまかったとしても、はい、あ、そう、なんかそれでなんかうちの知り合いはその全国でベスト8まで上がったから、それをなんかその履歴書に書いて、でこういう経験をして得たものとかをこう面接で言って、無事会社に受かったんだけど。あ、マジで。そうそう、すごいな、それは。だからゲーム系はそれぐらい煮詰めないとダメっていうのはあったんだよね。全国レベルが攻めとかそういうのはとなると、やっぱそういうガンダムしかり、仮面ライダーしかり、はい、俺の好きなものはもうとことん排除されるわけで。あ、好きやったんや。他になんかないかな。特技ですか。特技、そう。特技。いつからすぐできる。いつからこれ。すぐできる、誰でもできる、練習せずにもできる、そんな甘ったれた特技ないっすかね。ないや。あります。あるのかよ。ありますよ。何？あの、さっきの、あの、江田先輩の話にちょっと似てるんですけど、うん、あの、自分速読はまあそんなにできないんですけど、あの、うん、なんでしょう、集中力がものすごくて、あの、高校と中学の間ぐらい自分すごい本好きだったんですね、うん、で、毎日図書館で5冊借りて、あの、ハードカバーを
で家に帰って5冊とも読んでっていう生活ずっとしてたんですね。すごいな。これやりましょう。集中力あったら普通にいけます。1日で何冊ハードカバーを読めるか。もうこれ以上、ね、自分のイメージあんま下げたくないんやけど、お前すごい気分屋なんよ。どうしようもねえわ。すごい気分、ね、気分屋。本も読むけど、はい、すごい一人すごい好きな作家がいて、お読むけど、はい、読んでなんか多分その本の中ではものすごく重要な展開、はい、まああるやろなの部分なんだけど、はい、そこでなんかちょっと iPad とか開いたりしてそうかニコニコ生放送そうかそうしか言いようがねえわ。あゲームやってる俺もやろうみたいなとか、はい、なんかもうなんかもう寝ようかなみたいなとかダメだダメだダメだ、いまいちあれなんですね、のめり込めないんです本の方に。でもエースは本好きだよね。前に夏休みの時、夏休み前のテスト期間の時に図書館に行ったんだけど、はい、エースがいて、はい、エースすごいかっこよかったんだよね。マジか、マジか。本棚の、あの、はい、背の低い人用にこう、はしごっていうあるじゃん。ああ、はい、あそこに足組んで座って本読んでんやんか。そんなやってました、自分。かっけーなんだ、こいつ。マジか。はしごって言っても、なんかそう、ちっちゃい段差みたいなんがあって。おぉ。やってました。やってました、そうそう。やってました、やってました。すごい、数ある、すごい広い本、図書館なんよ、うち。で、そこであんまり人もいない中、こう、はい、ひっそりとこう。で、あれだろ、足元にハードカバーこう積み上げてんじゃないのそこまでしたよ。そう、足組んで本読んでて、うわ、かっけーって思って。あ、かっけー絵になるね。恥ずかしいです。恥ずかしいです。絵になるね。ありがとうございます。いいよね。絵になる人になりたい。拍手あるよ、拍手。いいなぁ。ああ、じゃあ絵になりたいな。それに、え、何？特技じゃなくて、それになりたいの？絵になりたいの？絵になりたいの？絵になりたい。特技を探してたんじゃないの？特技も探したいな。まあでも言ってしまえば、特技をやってる姿が絵になるんですから。ああ、じゃあそれだ。うん、ああ、そうやんな。毒舌違うじゃん。口が悪いだけなんだよ。そう、だから高校の時にもいたんよ。俺毒舌なんだよねとか言ってたやつ、ただ単に口悪いだけだから、はい、すっげえあいつのいないとこで悪口言いまくってたから口悪いはさ、特技じゃないじゃん。俺、親にこんなの見せれねえからさそう、もうなんかそう、だからすごい、そうそう、夏休みも実家帰った時になんかその、はい、何、合宿場のなんかその愚痴とか言ってたらすげえ親に怒られたもん。おー、まあまあまあそうだからこれ、さすがに理不尽じゃねえみたいなことを親に言ったら、はいはい、いや、その、お前さ、なんかよくなんか常識がうんぬんとか言うけど、はい、お前の常識は常識じゃねえ時もあるからなとか言われて、そう、ガチのトーンで怒られるお前の常識が全部通用する場とかねえからとか言われて、あーまあな、あ確かになせやな、そうなんか俺はできるだけいい人になりたい本日何回目だこれ、ね、途中から来たから分かんないけど本日何回目だ2回目ぐらいか、頻繁にあります、ね、ああまあそんな感じで、はい、そんな感じだよお前がいい人になりたいとしか聞いてねえよできるだけゆるしかラジオではいい人になりたいんだけど、はい、もうなんかもうここまで来たら行くとこまで来たら自覚はあるんだ、自覚はあるすごいやりたいことをやりたいんだけど、うん、やりたいことをやってたらこうなったねあーなんかあれだな、あの NHK の忍たまなんとかかんとかのエンディングみたいな、オープニングだったっけ、なんかそんな歌なかった、うん、やりたいことそう、はい、やったもん勝ちなんだけどあんま青春感もないし、青春感ないないしなねえのかい、うん、どうしようもねえな困ったなあ、画鋲落ちてる集中力が集中力はあるよ、お前お前みんな見てるんだよ確かに危ねえ、確かに、はい、はい、ということでもう誰かね、はい、今日は、今日はあの珍しくメガネ着てるから、メガネ、メガネこう見えてうちのあの最高責任者なんで、そうです、あーどうも最近ね、ちょっとね、そう、なんか文化祭の宣伝とかしてやってくださいよ、します、なるほど、そういう流れ、一発見せてやってくださいよ、やっちゃってください、先輩やっちゃってくださいよ、あんなインちょっちょっうっさいうっさいうっさい、ちょっと黙れ黙れお前ら
早く止めてあげて止めてあげて、ちょっとな、よし、あの初めて見てる人もいるからあの言うけど、はい、今なんかすごい温かくね、あの前振りをしてくれたみたいになってるけど、はい、これはそういう温かい現場じゃないからね、一番初めて違うからね、こいつら虎視眈々と俺を落としているためにこういう言葉を言ってるだけ。いやいやいや、ちゃんと大事な、そうです、嘘だからね、こういうの腕当たったし、うっさい、お前らちょっと黙れ。今だいぶその開発費で金使ってるから、その分取り返さないといけないから、なんでそういうこと言うの。そう、こういうところで挽回して、しっかり宣伝をして、まあまあそれはわかるわかる、はい、ね、あの我が放送研究会、青垣祭、あの奈良大学のね学園祭で、はい、唐揚げを発売することになりました、はい、なので皆さん、はい、これを見てる皆さんお願いします、買ってください、お願いします。でもお高いんでしょ。そんなことないですよ、そんなことないですよ。お値段は、そこはほら会計のお前とちょっと相談して。お値段はこれ見たって言った人がいたらちょっと安くしましょう。3個で80円。そうしよう、無責任で言わんとってよ。何言ってもそういうことやったやろお前さ。やめろよ。お値段はまだ決まってないです。まあ決まってないですけど、はい、まああれですよ、やってないでーす、ま、買ってください、いい値段で売りますんで。無責任。美味しいんで、絶対美味しいんで。もっとなんか今分かってる情報だけでもいいから絞り出せや。ああ、それも言いたかったけどさ。何回試食したと思ってんだよ。煽ってんじゃねえよお前らよ。あんな、とりあえず、あのメニューとかは今、はい、唐揚げだけど、唐揚げにも今種類を考えてて、はい、竜田揚げとか、はい、カレーでカレー粉まぶしたやつとか、はいはい、なんか。はい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 じゃねえよ。いいから喋れや。フォローしろよ。あとで全部拾うから喋れや。大丈夫です。あとなんか、はい、お菓子をね、なんかベビースターとか砕いたやつをこうちょっと衣にして揚げたやつとか、ちょっと変わった唐揚げとか、はいはいはい、まあいろいろこうセットで売っていきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。はい。はい、拾えよ。はい、ありがとうございます。おい。まあ割とこれは事実なんでね。そうですね、すごい真面目なことを言ってくれたんで、まあこういう反応にはなるよねっていう。いや事実、はい、真面目にやれっていう。そっちもなんか面白いことを言うかと思ったんですけど。ちげえよ。外野の方が盛り上がってるっていうのは、そうですね、わかりました。あのそのねコメントで分かったことがあるんですけど、うん、僕の多分配信は炎上配信を僕は専門としてるんで。やめろやめろ、ちょっと、はい、なんかやりにくくなるだろう。俺らなんだろうって話になるんだろう。恥ずかしながら高校の時にその、はい、なんでしょう、その携帯のアプリでそういう配信ができるアプリがあって、はい、それをずっとやってたんですけど、その時も炎上配信だったんですよ。やめろ。リスナーを煽りに煽って、やめろ。トツっていうリスナーがこう入ってくる、はい、会話に参加するっていうのもあるんですけど、主にね、炎上をやめろさせて、やめろ、セクハラまがいなことを言って、ちょっとやめろ、炎上させてっていうことをやってたんで、多分それが許しかにも濃く影響されてるんじゃないかと思うんですけども。お前 そこでさ、ほら許しか初めてリアルタイムで見させてもらってる人もいるって言ったのに、大丈夫、その人には過去のタイムシフトを見ましょうって、見ましょうお願いしますよ。こういう現場じゃない時もありますからね。真面目な時もあります。だからこの配信見てから過去の YouTube を見てね、はい、あの普段はこんなんじゃないんだっていう風に思っていただければ、ね、お願いします。はい、ね、許しくないね、 YouTube の方に上がってるんでね、うん、はい、はい、見てください、お願いします。お願いします。大概荒れてる感じのはもう彼とか彼だけなんで、僕だけなんで、はい、出てますんでね。はい、本当はね、もっと愛されたかったね。やめろ、術術ですね。だから、そのパスが辛いんだから、もう少しだって去年だってさ、俺、はい、さ、ここの、何ここの部屋の責任者の方にアイドルにならないかって言われたからね。マジか、うん、あったな。なんかな、でもうすごいもうキャピキャピして、すいませんちょっとあのそういうの恥ずかしいんでみたいな、はい、そうなんか言ってた自分がいたけど今なんなんだよ。もう路線大幅転向ですもんね。そう、変わった覚えはないんだけど、なんだろう、変わっちゃったね。ねえとか言われても困るわ。どっから変わったんだろうかね。知らんわ。うん、それ断ってからじゃない。なんだろう、まあまあいいよ。まあいいよ。まあどうなろうと知ったこっちゃないけど。ね。ね。はい。いい人になりたいな。何回目だけどな。4ぐらい、4ぐらいな。はい。喉痛めていいよ。てかさ、メガネいつ前出てんの？
タイミングなくしたんだよ今次の人次の人今日メガネ来るメガネ来てなかったよね配信の途中でなんか急にあっこからさあの丸い窓があるんですけどはいそうひょこって顔出してさやってるみたいなそうもう YouTube で過去の配信をいくつか見たすごい素晴らしいありがとうございますえ本当ですかありがとうございます分かったじゃあだとしたら今の配信はどうでしょうか聞くなやめろどうするんですかそれを今後の参考にやめろ僕としてはたまにはこういう配信もいいんじゃないかなという感じでその裏話なんですけどなるほどあんまり言いたくないんですけどこういう配信もたまにはいいんじゃないだろうかっていうその奈良大のスパイス的な存在になりたいんでなるほどたまにはこういう配信をやってるんですけど僕は、はい、僕はそういうポジションにいたいんですけどそれは一体やめた方がいいですかねそれをリスナーに聞くのかいやだってさオープニングのさこのさカンペ見てみこれ何学生感満載って書いてあるんだよ書いてあるけどこういう紙出しちゃダメでしょちょっとこれやめなさいよ隠しなさいよそういうの放送1年ぐらいやってなんかね書き直すとかそういうことでしょ学生感満載学生感満載なそう俺今日一応言ったけどもこれ棒読みでうん棒読みでとか言うな放送研究会だからねそうほんとほらとても個性的で面白いあーやったあーいいねあーありがとうございますありがとうございますあの気使ってるんでしたらあの全然本音を語ってられてもう大丈夫なんでほんと僕もそのコメントでもうご飯3杯いきますすごい求めてたコメントが来たわお前そういう振りにしたんだろうがよすごいそういうコメント好き、うん、あーすごいよねまあいい人でよかったよねいい人だですねいい人だよ先輩、こういう人になりましょう。そう、こういう人がいい人だよ。あー、そっかー、はい、けど、俺は…あかん、けどとか言うかけどいやでもな自分の意見は主張したい人だからあなるほどどうあっても、受け入れた家で主張するからな俺は、うん、言いたいことは言う人になりたいあてか、なってるそれは、いいんじゃない？とても個性的で面白い回だと思いますって思ってたらそう言うし違ったらちょっとディスる、はい、結局ほら初めに戻るんじゃないかよディスる回ですかみたいになるじゃないかよそうまあ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 空気は読むけどねそれなりに、はい、うん、うん、感想求められたらそりゃ言うよ思わないだってさなんかさそのアイドルがよ仮にはい、はい私可愛いでしょみたいな、はい、でなんか可愛い踊りとかしてね、はい、可愛い可愛いみたいなで私可愛いでしょって言って、はい、いやそんなにって言ってアイドルが、はい、何よって言うじゃん、はい、何よって言うけど聞いたのおめえじゃんやめろそういう回答も来ることがあるだろうそうだけど意外と来ることもあるだろうお約束感もあるじゃんそういう回答が来た時用の対応しろやなんかいろいろと危ない域に踏み込むからやめようそのあたりね本当にいるよねそういう人、うん、まあいるけど ね, ね、うん、うちの竹谷とかも毎回聞くじゃん面白いやろ俺ってはい、うん、聞くなあいつはあいつはそれでなんか変に突っ込まれて喜ぶからすごい好きやけど、はい、あいつはそれなりに回答はいろいろと言ったらそれなりの反応してくれるからいいけど、うん、ほとんどの人はなんかしょげるよねあー、うん、しょげんなよ、あー、来たよ、むしろ本音で言ってあげてんだから喜べやって、うん、思うよね、言ってあげてるんだから、私は早くやっぱりディスる会、ディスる会、あ、ディスる会だよ、なんだ、なんだ、もう変わんのか、認めるな、やめろ、開き直っちゃいました、開き直るじゃない、いい人になるんだよ、最後の最後まで炎上配信、大丈夫です、あとで目いっぱいうちの責任者の古市君に怒られるんで目があれなんで怒んないよ怒んないよ目いっぱい後で叱られるんではい、はい、まあけどね叱られてもそれでもやっぱり自分の正しいと思ったことをやるのがね真の人間なんで僕はこれからもこのペースでやっていこうかあーでもいい人にもなりたいしな何回目だ何回目6回目5 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 5
はい、自己暗示かけてるよこの人怖え。こんなエンディングを送ろうとうちはあの公式あこれもそっかテンプレ読まないといけないちゃんとテンプレとか言うな、はい、やめろ、奈良大学放送研究会では公式ブログなんと710放送局にて毎週金曜日にウェブラジオを配信しております。もう少し見ないように奈良大学放送研究会のホームページのブログをクリックしていただければアクセスすることができますのでぜひチェックしてください。そのま何を終わりだか顔作ってんじゃねえよ。はい、もうこれは毎回言わされてるんで言わされてるじゃねえ。しっかりと言いました時間を使って、はい、あ、ほら最後に来たぞ。お、いい人になれるように頑張ってください。うわ、もうその諦めのコメント。やめろやめろ、お前のため思ってくれたのにコメント。お前なんだ諦めろみたいな。やばい、次来た時にはものすごく笑顔の配信を送ろうと思うのでなんか次も見てね。はい、どういう終わり方だよ素晴らしい終わり方だよね今の。ぬるっとしてる。ということで、まあ、来週はね、あの、はい、学生感満載の配信をね、やめろ、お送りしたいと思いますのでやりづらくなるだろう次の人。以上で終了しようと思います、はい、メガネ帰れ。はい、すみません、はい、終了しようと思います。本日はですね、スマッシュブラザーズでピーチを使っているナミちゃんとワリオを使ってる有馬でお送りしました。はい、あとメガネでした、はい、あとゲストの言わせろよ最後ゲストのおやつの人とゲストのあの見学の人でした。はい、うん、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、どういう終わり方